あ、しーちゃんです。マッチングアプリのしーちゃんです。しーちゃん、すぐまさのりさんだってわかりましたよ。まさのりさんの特徴が青いシャツっていうことだったので、いっぱい探して、青いシャツの人がお一方だけだったので、あ、まさのりさんだって思ってすぐ気づいたんですよ。あ、そ、あ、え、ほ、あれ、そうですか。あのやり取りしてた。あ、ですね。この八重洲口にっていうのが最後のメッセージのまさのりさんですよね。そうですね。僕がさっきまでやり取りしてたしーちゃん。写真と全然同じ人ですか。5年とかですらないような気もするんですけど。本当は29歳なんです。いや、そう、その範囲を超えてるような。変なことをしてしまいましたでしょうか。いや、なんかそのメッセージのテンションとかも違くないですか。なんかもっとすごい楽しい感じ、可愛らしい感じだったんですけど、なんか替え玉手玉とかじゃないですよね。あ、しーちゃんはコーヒーを一杯お願いします。あんましーちゃんって言わない方がいいですよ、店員さんに。大学生でしたっけ。しーちゃんは社会人です。エリアマネージャーをしています。意外と確かにこういうタイプが。久しぶり、あんまり最近まで結構長いこと恋愛をされてなかった。はい、しーちゃんは彼氏がいたんですけど、その人に実は奥さんがいたんです。それでマッチングアプリをやっているんです。じゃ結構真剣にもう結婚とか。大丈夫です。ちょっとびっくりしてるだけで。あ、でもちょっと一回トイレ行ってきてもいいですか。